まあ書いていくうちにまさにその日本でハードボイルドを書くってどういうことなのかとか、そういうことは考えましたね。俺自身としてはありがたいんだけど本当？みたいな感じなんですよね。で、こんな好き勝手やってきた人間が褒めてもらっちゃっていいんですか？その好き勝手やってきたって別に人を迷惑かけるようなことはしてないけども、本当にそのなんていうのかな、もっと濃く精錬して苦労していいものを書こうと思ってる人たくさんいると思うのね。そういう人に比べたら自分は本当に楽しく面白く自分が書きたいように書いてきたばっかりの人間なんで、いいんですかねっていう感じ。警察小説書きたいなんて最初全然思ってなくて、何を書こうかっていう中で、その、まあ、新宿署の一匹狼の刑事を主人公にした小説っていうのを題材を思いついて、あまりにもありふれた、まあ、直球ど真ん中みたいな話なんで、どうだろうと思ったけど、まあどうせ売れっ子ないわと思って書いたんですね。で、タイトルにしても新宿署の鮫島刑事だから新宿鮫っていうタイトルにして、もうその頃担当者が「え、マジですか？」みたいな感じでしたから、それがまあおかげさまで当たって、で文学賞も頂戴して、でなんかすごく次を書けみたいな空気があって、できるだけ長く多くの人が読みたいと思ってくれるような作家でいたいとは思いますね。で、昔はだからハードボイルドってなんだ、この日本でどうやればハードボイルドって成立するんだっていうことを考えて書いてた。今はもうそういう小難しい理屈はなくて、とにかく俺が書けばハードボイルドだし、面白ければいいんだっていうふうに、面白いものを書きたい。それはもういつまでもずっと同じ。